おはようございます。植木屋健チャンネルです。今日の作業はですね、カシノキの剪定をねしていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますということでしてですね、この後ろの、はい、こちらのカシですね、カシノキね、よく茂ってますね。今が8月のね19日です。お盆休みがちょうどね終わってですね、仕事再開ということでですね、こちらの菓子で剪定で、ね、していくんですが、こちらねお隣の菓子はねもうね終わってるんですよ、剪定ね。だこのような感じに剪定をしていこうと思っております。でですね、菓子の木もねいろんな種類があるんですよね。でもですね、もう細かいことはいいじゃないですか。はい、もう細かいことは抜きにしてね、カシノキという一くくりでいきたいと思いますんでね、よろしくお願いしますということと、であとその剪定のね時期なんですけれども、ですね、まあ9月ぐらいから、12月ぐらいまでが適宜でしょうね。なぜかと言いますとですね、その時期にもカシノキ剪定したらですね、もうそこからね来年の4月頃までね伸びないんで、このようなね綺麗な、状態でね半年間過ごせるということで、10月ぐらい9月ぐらいからですかね、12月の間にしておけば、次の年までね伸びないということで、綺麗な形を維持できると思います。ともう一つね、よく言えばですね、カシノキすごく、樹勢が強くてよく伸びますんでね、一度ね、ですね、6月ぐらいですかね、梅雨頃ですかね、あまりにも茂りますんでね、その時期に一度切ると、春先に出たね柔らかい、ね、葉っぱがね固まった頃にね一度切っておいてですね、でその後先ほども言いましたですね、9月から12月の間に切ると、この年間ですね2回剪定しておけばね、結構綺麗な感じでお庭でね維持できるんじゃないでしょうかということで、じゃあ早速剪定始めていきたいと思います。よろしくお願いします。健三でした。はい、ではカシノキの剪定していきますね。でですね、一番最初にねちょっとしてほしいことがあるんですけれども、それは何かと言ったらですね、はい、このようにですね、下からこういうちっちゃいね枝が出てるんですよね。これはヒコバエと言いましてですね、これを残しとくことによってですね、本来のこの大元の樹勢が弱ってしまうんでですね、まずね仕事始めにこれをいの一番に切ってください。こちらをねいの一番に、この切ってますかね、こちらをですねいの一番に切ると、これですね仕事始めにねこのヒコバエをバタバタバタとね切るというのはですね、そのおこの人仕事してるなみたいな感じに、ね、なると思いますよ。これ基本ですんで、はい、よろしくお願いします。はい、今切れましたね。じゃあその次にですね、この下の方のこの枝ね、これ、全部いらないですね。あんまりこのようにね下の方に枝がありますとですね、その下にこのようなね低木がありますんで、そちらの低木にね光がね入らなくなりますんでね、もうこういう下の枝は全部、切っておきましょう。じゃ切りましょうね。はい、切りましょう。はい、以上。はいはいはい、と、はい、このような感じですね。でですね、これでちょっと下すっきりしましたね。
それでですね、もう先に言っときますけどね、このように幹から生えてるね、こういう枝ですね、胴吹き枝って言うんですけど、こういうのですね、こういうのもね、もう全部いらないんでね、取っちゃいましょうね。でこういうのね、はい、こう手で蒸しるのがね早くておすすめですよ、こういうの。はい、こう手で蒸してね取るのがねおすすめです。なぜかと言いますとですね、もしこの胴吹き枝がいらない場合ですね、このように切ると、じゃあそのですね、樹木の性質上ですね、切り込むと言いまして、こっからまたね枝が混んで出てくるんですよね。ですんで、もうこっから出てきてほしくない場合はもうむしると、むしることによってですね、次また胴吹き枝がね出にくくなるんですよね。ですんで、そのむしる行為がね良くないって思ってる方もおるかもしれないんですけど、全然むしてください、大丈夫です。はい、全然むして、むした方がね、しかも早いんですよ、ほらババーと。これもですね、おこいつ仕事できるなみたいなね感じにね、思われますんでね、まあ、それは関係ないですけど、むしってもらって大丈夫です。はい、日頃の不満をね、奥さんね、ご主人さん、またあの人飲みに行って、あえてこう、ね、ガッガッとね、ストレス発散もかれて、蒸してくださいね。はい。ということと、で、もう一つはですね、これ、枯れ枝ですね。枯れ枝があった場合はですね、全部、枯れ枝はしっかりと、ノコギリで、除去するように、お願いしますね。この枯れ枝はね、見つけ次第、全部、除去していただくようにねお願いします。はい、こちらも枯れてますね、これね、こちらも、これはもう見つけ次第ですね。あ、枯れてる、切ろう、あ、枯れてる、切ろうという感じで、はい、こちらにもありますんで、これも切っておきますね。はい、と、まあ、また見つけ次第切っていきますんで、こんな感じで一応下準備は OK ですね。で、これでさ、カタツを立てて、いざ切っていきますね。カタツをですね、カタツを立てる位置なんですけれども、僕、こう行きましょうか。こう行っちゃいましょうかね。今回は、こう行っちゃいましょうか。はい。ここにこのように立てましたね。これで結構上の方を全部攻めてやろうというね思惑でここに立てました。じゃあいきますね。はい、よし、これもう蒸してやってくださいね、これ、これ蒸してくださいね。はい、うわー、でちょっとね揺すりましょうか、蜂がおらんかね確認も兼ねて。はい、さあここから切っていくんですけど、どうですかね、もうどうしていいかわからんでしょう、初めての方ね。ですんで、まずさっきも言ったようにね、この辺のね葉っぱですね、もうね蒸してやってください。その大事なのはですね、この先んちょ、この枝の先ね、でこっちも枝の先ね、この枝先でその葉っぱを残して形作りますんでね、それ以外のこの葉っぱというのはね基本いらないですよね。こんなのも全部ね、先ほども言ったようにね蒸してください、蒸してください、これ、はあ、蒸してね、これもある程度蒸しとった方がね仕事が早いですよね。はい、蒸した、はい、でこっから行きますよ。まずね、これこの枝から行きましょうか。これが多分一番上なんでね、この枝から行きますね。どう切るかって言ったらね、一番上なんで更新したいですね、葉っぱをね更新したいですね。ですんで切ってね、ほんでこのね、先んちょにね、結構強い葉っぱが出てるんですよ。まあまあ、ええっちゃいいですね。
こいつですね。これちょっともう強いんで、はい、こんな感じで切ります。切って、でこれもちょっとまっすぐ立ってるんで切りましょうか。ほんで、まあちょっと切ってみますね。でこれがまあこれ切ろうか。ちょっと切ってみますね、先ね。ちょっとあんま説明するのちょっと難しいですね。ないな。はい、こんな感じなんですよね。うん、こんな感じ、こんな感じっても分かりづらいですね。じゃあちょっともう一個横行きますね。こっちもね、今みたいな感じで、これちょっとね説明するのは難しいですね。ちょっと見といてくださいね。見てもらった方がええな、これは。まあこんな感じでね、あとはちょっとこう出過ぎてるやつをね、ちょっとこう出過ぎてるやつを先にちょっと切るぐらいですね。こんなもんすかね。こんな感じ、ちょっと分かりづらいですよね。ちょっと見といてもらいましょうか。じゃあもう一個いきましょうか。分かりづらいですよねこれね。ちょっとその横ね、でこれでもいきますね。これちょっと強すぎるんで切りますわ。と説明ってね、難しいですね。よいしょ。まあこんな感じっちゃこんな感じなんですけど、ちょっと出過ぎたとこはね切っておきましょうか。出過ぎたとこはね切っておきましょうね。こんな感じなんですよね。じゃあその横もちょっと見てもらいましょうかね。この辺で前から行った方が見やすいんやけど、まあ、ちょっと上から行きますね。はい、こちらですね。こっちの枝も行きましょうか、ついでにね。こんな感じでね、ある程度剪定バサミで切っといて、で最後ちょっとこう出過ぎてるとことかね、あまりにも立ってるとこをこう揃えるっていう感じなんです。こんな感じね。はい、もう一度行きましょうか。ここね、こんなんね、ほんとどうしようかって感じですよね。わからんかったらね、ちょっとエレックしな。じゃん。取るか。これとこれと。
ますわ。はい、でこう立ってるやつもいらんしね。これまあちょっとはい、この横もいっとこうか、いっときましょうか。これね、その先にちょっと置いといてもおもろいかな。こんな感じで残してもいいですね。じゃああとこの横の枝と横の枝行きましょうね。はい、これもね、先に土取りますわ。取って取って、うん、この両方も一緒にしましょうか。一緒にね、もうこれめっちゃ立ってるんでね、もうほぼ立ってるっちゃ立ってるんでね、あんまりもね、これでいいか。立ってる立ってるって、なんで立ってるのを嫌うかって言ったらですね、ちょっと樹勢が強いんですよね。それにね、あの勢いが全部取られてしまうんで、立ち枝をね外すんですけど、ただこれ取ってもほらいいですけども、別に置いといてもね、そんなバランス的に悪ないんでね、今回は置いときますわ。まあ、そんな感じで、適当なんですけどね。はい、こんな感じでね、上の枝終わりました。よいしょ。はい、見えるかな、こんな感じなんですよね。これで順番にどんどん降りていくっていう感じです。はいはい、今ちょっと下降りてきて、また今度ね、手前から前から行こうと思います。はい、これね、ほら上はもう終わってるんですよね。だいたいこんな感じですね。はい、で下行きますね。ポイントはですね、ちょっとまあ下にね下がってくるごとにちょっとね葉っぱを多めにするっていうのがね、剪定のコツですね。このように、まあ、まず邪魔なやつはさっき言ったようにむしると、むしっていただきたい、むしるということですね。やつはねもうむしってもらって、ここが早いんでね作業が。はい、でこっからね行くんですけれども、どうですかね、見た感じこれね、ちょっと上よりも多くしたいんですよね、葉っぱをね、バランス的に。ですんでね、まあ、ちょっと言うたらね、これって普通上やったらね、すぐ井の一番に根元に切る枝なんですけど、これね、こう切って、まあ、こう切ってね、はい、これでちょっとね、この枝置いといても面白いですね。で、これもね、この、こう3本出てるじゃないですか、これの一番、芯ですね、この真ん中をね取るだけで周りが今度伸びてふわっと膨らんでいきますんでね、それぐらいでも十分ですね。だからこれで言うたら、ほらこれが一番メインの樹勢が強い枝なんで、これをはい取るだけでね、今度この周りの3本が膨れていきますんでね、そんな感じで、ほら下の枝ってそれぐらいでいいんですよね。その奥もこれもこれも、はい、先っちょ取るだけでね、あのぐらいでねいいと思いますよ。あの下の枝はね、上はやっぱりねしっかり切った方でね、長が優勢で、あの上が一番伸びますんでね、切っとかなあかんのですけども、下ってねそんな伸びないんですよ、言うても。ですんで軽い剪定をしておく方がねいいですね。この樹木ってね、この下をね枯らしてどんどん上に伸びていく性質がありますんでね、こう下枝減らしてしまったら順じゃんで、ね、大きくなってしまうんですよね。だからこの下枝をなるだけ剪定でね、大切に
すると。で、こっちにね、あの養分が流れることによってね、その分上にも上が伸びにくくなりますんでね、そういう意味でも下の方の葉っぱはね、なるだけね多く残すということ。はい、これで降りてきてね、じゃあ、まあ、言うたらこの歌詞で言うたら一番もう本当これ下の方の枝なんですよね。だこうなってきたらね、もうほぼね、葉っぱそこまで切る必要ないですよ。これってさっきも言ったようにね、まあ一番ちょっと樹勢の強い枝を切っとくぐらい、ポーンとね、ポーンと切っとく、まあ、これですね、こう切って、でこれ以来、まあこれでもいいですね、これと、はい、これ、まあ、ちょっと出てるな、これで、はい、これもね、ほら、こういうの、一番こう、樹勢の強いね、枝だけ切るぐらいで、もう、下の方はね、そんなんでいいですよ。で、これが、まあ、言ったら一番下なんですけど、まあ、これはちょっとね、ビュッと樹勢強いんで外すんですけれども、うん、こんなもんですかね、下はね。あ、まだこっちありましたね。じゃあこれが本当の最後になるんですけども、こうですね、もう一回こう最後復習ですね、復習ですね、これで、はい、こういういらんやつはもう蒸してもでね、ここでこれで枝を作るという場合に、まあ、これちょっとこうほら垂れてるんで見た目が悪いと、でこれちょっと枯れですね、これ枯れてるんで、でこれもちょっと下から生えすぎ、まあ置いといてもいいですね、いずれこれに更新できたりしますんでね、置いといてもいいですね。ほんでこれちょっと強いな、はい、これ真ん中ね取っとくと、これもちょっとほら真上に行ってるやつ取って、これもちょっと強いか、こうと、はい、ほらこれぐらいですね。上ではこれちょっと混んでるかもしれないですけど、もう下になればなるほどね、これぐらいで、もうこれが正真正銘の一番下の枝なんですけれども、こうやったらね、ほんともう先ちょんちょんちょんと切るぐらいでね、これ切るでしょう、はい、切って、え、切る、こいつはちょっといかにも立ってるんで切ると、じゃあな、これ立ってるけども、この上止めてね、こっから膨らましてもいいですね、これちょっと見た目あれやな、はい、できた、はい、できましたね。の剪定終わりました。まあ、いろいろね、やり方はあるんですけれども、まあ、今回のやり方もね、参考にしていただけたらなとね思います。はい、ですので、まあ、いろいろね質問もねあると思いますんでね、よかったらね僕のコメント欄にね質問ね、入れていただいたら、全部答えてますよ。はい、全部答えてますんでね、何かね質問があればね気軽にコメント欄に入れてください。今日はね樫の剪定のやり方でした。また次の動画でねお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。